どうしよう。このプラレールの白剥がれ、どうやって直したらいいんだ。ああ、困ったよ。こんにちは、ジョージシャラです。ちょっとですね、先月発売されたこの ES シリーズのプラレールなんですけど、このシールがね、やっぱ剥がれてくるんですよ。で、もうこれ購入して1ヶ月ぐらいですかね。そう、約1ヶ月ぐらい経つんですけど、やっぱりこのね、シールが剥がれてくるんですよ。で、特にジョージシャラってこう手で貼るんですよね。手で貼るから、この先がね、ここ持って貼るから、やっぱ剥がれやすいっていうのはあると思うんですよ。まあ、ピンセットとか使って貼る人はもうちょっとね、多分持つような気もするんですけど。で、交尾車のね、こちらもね、同じようにちょっと剥がれてきたんです。なので、今回はね、このシール対策です。このシール対策をしたいなと思います。いろいろ私ね、ネットとかね、YouTube とかでね、調べてみたんですよ。まあ、より安全に低コストでね、そのシール剥がれ防止対策、できるものないかなと思って探したら、ここに行き着きました。ネイルコートっていうんですかね。なんか爪にあのネイルカラーっていうのを塗るんですかね。それを守るものだと思います。で、この速乾性のやつを購入しました。ちなみにこちらはダイソーで購入しました。ただやっぱあのこういうやつ塗装溶かしたりっていうね、可能性もあるんで、まあ、そこはねちょっと注意しなきゃならないんですけど、はい、ということで、まあ、今回は実験としてねやってみます。はい、ということで、ではね、どうした、とりあえずこれ剥がしますね。よし、剥がして、成分を書いてないですね。あ、ごめんなさい、こっちですね。こっちに成分は書いてありました。まあ、気になる方はね、これで一旦停止して見てみてください。じゃあまずは、交尾車から。交尾車からやってみますね。で、とりあえずこのシールね、剥がれたところはこうしっかりとこう戻してですね、手でもう一回こう貼ってきれいに、こっちもね、戻して、で、まあ、シール剥がれって基本このね、端からこことか、まあ、これだったらこっちですよね。どっちかから剥がれやすいらしいので、とにかくこっちとこっちを、まあ、重点的にやるという。そうすれば剥がれにくくなるみたいです。で、それをできるだけ手早く。長くすると、まあ、塗装剥がれの、まあ、原因になるということみたいですね。で、あと、これって成型色がね、白なんですよね。なので、白いところは塗装剥がれにはならないと思うので、まあ、しっかり塗っていってもいいんじゃないかなとは思うんですけど。ではね、早速やってみますね。うまくいってくれたらいいんだけど。じゃあちょっとまた素早くね。じゃあいきますよ。よいしょ。こんな感じ。まあ結構匂いますね。まあこんな感じで塗って。まあすごい、結構匂いあるんですね。で、上側塗ったから今度下側もね、こう塗っていくと。で、下はあの白、成型色なんでね、ここはしっかりと塗ろうと思います。よいしょ、こんな感じかな。いけたんだろうか。塗った感じはこれ透明なんで、目で見るとあんまり分かりにくいっすよね。ちょっと塗り損ねたりとか薄くしすぎた方はね、乾いてからやったらいいみたいです。じゃ今度はここのマークね、ここも剥がれてくると辛いんで、ここも素早くこの墨をねちゃんと塗っていくと。よし、こちらも、まあ、でも正直結果とかはね1ヶ月ぐらいしないとわからないと思うんで、またね結果報告は1ヶ月ぐらい先でねやってみたいと思います。でここら辺をこう塗って、これちょっと待って、あ、これやっぱ塗装剥がれてきますね。はいはい、塗装は剥がれてきます。これ塗装剥がれというよりも塗装を溶かしてるんでしょうね。これなんかにじんじゃってますよね。あー、そっか、つけすぎないってことかな。あとはじゃあここもね、運転席とかも、まあ、素早く、この角が剥がれやすいので角をとりあえずコートすると。はい、こんな感じです。でこっち先頭車の方は、まあ、とりあえず手でこうきれいにね戻して、これ手ではねもう一回こう戻してもね1週間ぐらいは結構持ったりするんで。よし、でこれでね、じゃあの少しの間ねこれ乾かしておきます。
はい、あれからですね1週間経ちました。でちょっとね見ていただきたいんですけど、やっぱりね塗装のなんていうかな、浮き上がりというかね、ちょっと多分塗装溶かしたんだと思うんですけど、にじみみたいな、なんかこういうのは出てますね。ただあのシール剥がれ等はねやっぱ防げてるような気がします。でまあこのラインのね浮き上がりも特になくですね、こっちも大丈塗ですね。でこちらも浮き上がってきてないですね、大丈塗な気がします。ただやっぱあの塗装面のところはねちょっとこっちもなんか滲んでるでしょう。であとあのこの部分もね塗ったんですけど、ここもやっぱりここやっぱ滲んじゃってるんで、やっぱこの塗装されてるとこに使うのはおすすめできないですね。ただシール剥がれっていうのは防げてます。ということで、まあ、ジョージ支払的にネイルコート、これを使うのはあまりおすすめできないかなと。ただシール剥がれ自体はねやっぱ一応は防げてるので、まあ、その効果はあるのかなと思います。なので成型色だけのプラレールに使うのはありかもしれないんですけど、その時は目立たないとこでね試してからやってみてくださいね。そしてあのね結局ね思うんですけど、今回の ES シリーズってやっぱこのシールをどううまく貼るかだと思うんですよ。なので、まあ、こういうのを使わずに済むようにしようと思ったら、やっぱりねシールはピンセットを使って貼るのがいいんじゃないかなと思います。やっぱ私みたいにこの手で貼ると、まあ、特に私こう手油結構あるんで、それが原因でこう剥がれの元になりやすいんじゃないかなと思うんで、できればねもうピンセット使って手油つけずに貼るのがねやっぱ一番いいんじゃないかなと思いました。まあ、ジョージ社のはこんな感じのね結果になりましたということでなんかねすっきりしないんですけど、もうちょっとうまくできるかなと思ったんですけどね。なのでまあこれからはあの工夫するとこはシールの貼り方かなと。であとこの塗装を溶かさないで、ね、こういったのがあったらあのぜひねコメント欄の方で教えてください。まあ、またあのジョージ社のも調べてねいいのあったらまた動画にしたいかなと思います。はい、ということでね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。そうそう、ちなみにね、あの1週間前にこう剥がれてね、手でこうもう一遍こう付け直したとか、やっぱりこれ浮いてきますね。うん、やっぱり浮いてくるんで、やっぱこれの対策ね、やっぱなんとかしないとなと思いますね。